こんにちは、元神チャンネルの立花です。本日もモニター企画を撮ってまいります。本日のご相談者様、お名前がイクオさんですね。イクオさん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日のご相談内容はどういった内容になりますでしょうか。早漏の改善ですね。はい、早漏改善の治療をご希望ということですね。ちなみに今回早漏の治療を受けていただくんですが、ずっと昔から気にはなってらっしゃったんですか。そうですね。もう結構早い時からも意識してて、なんとかしたいなと思ってましたね。年齢は狭いますが、今30代なんですけれども、それこそ20代とか10代の頃からちょっと早いんじゃないかなっていうご自身での自覚はあったということですね。ちなみに性行為の時って大体挿入して何分ぐらい時間って持ちますか。そうですね、3分ぐらいとか、それ満たない時もたくさんありましたね。大体3分以内ぐらいがアベレージっていう感じですかね。確かにやっぱり3分以内だと挿入してちょっと下ぐらいで射精感が出てくるような感じだと思うんですけれども、前からご自身でも気になっていたと。そうですね、はい。ご自身で気になってたと思うんですけれども、女性側から指摘を受けることとかは今まではなかったんですか。直接的に言われたっていうのはあんまりないんですけど、はい、自分でもそれは気にして、なんとかしたいなっていうふうには、その時もその度は思ってましたね。はい、うちのですねチャンネルでもその早漏についての解説とは結構やってるんですけれども、特に女性のゲストとかと話を聞いてみるとですね、女性が挿入時間として一番ベストな時間帯っていうのをやっぱ聞くとですね、10分ぐらいっていうのが平均的な数値としてはよく言われるんですけれども、そう考えるとやっぱり今3分ぐらいって考えると、もうあとプラス7分ぐらいっていうところは持たせたい。確かにでも全体的な流れとしてもやっぱり10分ぐらいあると一番ちょうどいいですよね。今回早漏の治療として具体的にどのような内容で行っていくかというと、今回はまず包茎手術、下性包茎の手術を行っていきます。単純にその余分な包皮を切除することで、単純に擦れる時の刺激っていうのがある程度軽減していきます。勃起した時も今って皮が余っている分、皮がスライドして動くんですけれども、それが包茎手術をすると、勃起するとピタッとした状態になるので、皮が動かなくなるんですね。なのでここの摩擦というか、皮の刺激によるものっていうのがなくなっていきますので、しっかりとした感覚の変化っていうのは実感していただけるかなと思います。今回その包茎手術の他にも、例えば裏筋を切るような小体切除とか、気道に注射する気道強化っていうところも、いくつか方法はあるんですけれども、その中で包茎手術を選択された理由っていうのはご自身の中ではどういったところにありますか。そうですね、直接触診していただいて、はい、でその時に気道の部分ちょっと炎症が見られるとか、実際それを切除することで改善というのが見込めるので、今それを優先した方がいいというふうにお勧めされたので、はい、なるほど。赤みとか、その炎症っていうのは包茎の方に結構多い症状なんですけれども、やっぱり普段かぶってると中が蒸れて雑菌とかが繁殖すると結構赤みとかがすごい出やすい状況なので、そこを今回包茎手術をすることで、そういった炎症だったりとかがもう今後起こりづらくなるように、かつ衛生面とか、そういった部分でのメリットっていうのも非常に多くありますので、その点は早漏改善プラス見た目改善、そして衛生面の改善っていうところでメリットはすごくたくさんある手術かなとは思いますので、そこもしっかりと効果を見ていただけるかなとは思いますね。あとは術後の制限等もいくつかあるんですけれども、実際にお話を聞いてみて、術後ちょっと気になるところとか、何か聞いておきたいこととか現時点でありますか。結構 YouTube 拝見して、ありがとうございます。質問したいことはその中で、はい、結構もうご覧前にも結構見ていただいて、そうですね、はい、モニターのこのような動画とかも見ていただいてたと思うんですけれども、何か決め手となったものってあったんですか。もうそれともずっと見てて、やるとしたらもううちでやろうっていうふうに思っていただいてたんですか。そうですね、手術の内容を修正なしでもアップされてらっしゃるじゃないですか。それですごい自信というか、ちゃんと全部明らかにされてるっていうので決めました。ありがとうございます。これからですね、本日早速治療をご案内していくんですけれども、まずは院長の方で直接診察をさせていただいて、そのまま準備、そして手術という流れで行っていきます。使用時間も大体20分程度の治療となりますので、最初麻酔でちょっと注射数箇所打ちますので、そこだけ少し痛みあるんですけど我慢していただければすぐ終わりますので、はい、このまま早速診察の方をご案内していきたいと思いますので、イクオさん、本日よろしくお願いいたします。治療前の状態です。あります。通常の下性包茎の状態ですね。今回は包茎手術ですので、ここの余分な範囲を取っていきます。いわゆる気道の真下、この皮膚の薄い色の部分ですね、このピンク色の内板という薄い皮膚も取っていきますので、全体的に感覚刺激にも強くなっていくと思います。この状態です。じゃあどうぞ起き上がって状態見ていただきますね。で今回気筒の下1周ですね、傷があります。ちょっと20程度出血あるんですけれども数日で引きますので、はい、どうですか、だいぶスッキリしましたね。はい、はい、よかったです。はい、じゃあどうぞ横になってください。IKKOさんお疲れ様でした。はい、OK 手術無事終了いたしました。20分ぐらいの手術ではあったんですけれども、IKKOさんまず実際今回手術受けてみた感想としてはいかがですか？本当にものすごい話だってすごいスムーズに終わりました。麻酔どうでした？痛みとか。麻酔最初はまあ多少痛いんですけど、はい、それが終わったらもうほとんど何も感覚がなく切られてるっていうのも全然分かんなかったですぐらいでしたね。例えばまたちょっと仮に同じ手術をするとしたら麻酔とかも注射の麻酔とかでは全然我慢できそうなレベルです。そうですね、それははいよかったです。手術もですね綺麗に仕上がってます。もう余分な皮膚もすっきり取れて、顔の真下一直線で傷ができてますので、感覚的な部分に関してはですねまた術後の制限が大体1ヶ月ほど出ますのですぐには使えないんですけれども、傷がしっかり治ってから実際に試していただくという感じになるかなと思います。今回はあくまでも早漏改善目的で治療を行っておりますので、実際にその完成した後に性行為をしてみてどうだったかというところが今回ちょっとポイントにはなってくると思いますので、そこはまた楽しみに経過を見ていければと思います。はい、傷からの多少滲む程度の出血も通常 2,3 日ぐらいは続くと思いますが、結構今って傷からこうじわーっとこう出てくる感じあるんですが、出血のピークは基本的に今日1日、明日の朝起きたぐらいには基本落ち着いてますので、はい、そんなにこうびちゃびちゃになるような出血っていうのは特にないと思いますので、そのまま休めていただければと思います。はい、今はちょっと術後の流れとかは説明をさせていただいたんですけれども、大まかな制限としては術後1週間はお酒と運動は控えていただくと、術後2週間の間は基本ペニスには包帯を巻いた状態で過ごしていただきます。ただ最初の2日間はずっと巻きっぱなしなので濡らすこともできないです。なのでシャワー入ってもいいんですけれども、入るときはこのペニスの包帯が濡れないようにちょっとビニール袋をかぶせたりとかサランラップを巻いたりとかで、患部が濡れないように浴びていただきます。3日後からはもう包帯取って直接洗えるようになりますので、洗うときもボディーソープとかしっかり使っていただいてきれいに洗っていただければと思います。あとはまあ最終的な完治が1ヶ月、性行為マスターベーション1ヶ月禁止なので、今回は1ヶ月という期間で見ておいていただければと思います。術後経過見ていく中でもですね、全体的な腫れやむくみ、あとはやっぱりこう傷のズキズキするような痛みも通常 2,3 日ぐらいはあると思うので、最初の 2,3 日ぐらいは気になる場合は痛み止めを服用しながら様子を見ていただければと思います。ただ患者さんは皆さんですね、もう痛みで動けないとか家で寝たきりになるような人ってまずいらっしゃらないので、はい、そこは大丈夫だと思いますので、薬飲みながらですね様子を見ていただければと思います。最後にですね、今回その手術をお聞きいただいて自分の感想というかですね、どうだったかというところをちょっと最後に聞いていきたいと思いますが、今回どうでしたか？一連の流れ受けてみて。ものすごい早く特に何も心配することもなく終わって、はい、すごい負担も一切感じなかったので、すごい良かったと。はい、はい、それは良かったです。早漏でお悩みの方っていうのも実際非常に多くいらっしゃいますし、うちにいらっしゃる患者様の数もすごく多いんですよね。実際に早漏が気になってるけどどうすればいいかとか、それこそこう早漏改善トレーニングとか薬があったりとか、あとはスプレーをこうかけたりするような麻酔みたいな市販で売ってたりとかするんですけれども、そういうのってねやっぱり根本的な改善にはなかなかつながらないっていうところで、こういった手術をすることでペニスの状態からまずは変えていく。ペニスの状態、感覚が強くなってくるとイコールそれが精神的な余裕につながりますので、やっぱり早漏が気になってる方って例えばそれこそ1分ぐらいで射精しちゃうとか2分以内3分以内っていう方って結構やっぱり症状が極端なので、もちろん感覚的な要素っていうのもあるんですけど、それがもう完全に癖づいちゃってる状態なんですね。投入して、刺激を受けて徐々にこうメーターが上がっていくと、そのメーターがマックスになった時点で射精に至るんですけれども、そのメーターの上がり方がやっぱ早いわけですね。それで感覚的な部分と意識的な部分っていうところが非常に影響しやすい部分、それがもう癖になっているので、それを今回の手術で感覚を変化をつけます。そうすることである程度まだ大丈夫だなっていうような意識がちょっとでも入ると時間ってすごく伸びるんですね。ですのでそういったところの変化っていう部分もある程度ご自身の中で感じていただけるかなとは思います。今回包茎手術をしました。ただやっぱりそれでもまだ気になるっていう場合はもしありましたら、人の強化などの他の治療とかもあるので、そういったところでさらに改善していくということも可能ですので、その辺また必要があればまたご相談いただければと思います。はい、本日はこれで以上になりますので、次回また2週間後の抜歯の際にお会いできればと思います。IKKOさん本日ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。